とか愛だとか夢だとかそんなことを平気で口にできる。もちろん何度もバカだとか全然分かっちゃもらえないこともあった。俺自身一番求めていることは全てを受け止めるってことなんだ。こんなコンサートに来て楽しかったからよかった。そんなんじゃないんだ。たった一人孤独になった時にその時目に映る全てのものを愛せるっていうな。見ず知らずの今日隣にいる見ず知らずの人や手を取り合って何か叫べとかそんなことじゃなくて、たった一人の心の中で今自分は全てのものを愛している。俺はそう実感したい。そういつも願っている。それが取り間違えるとわがままになったり自分勝手だって取られたりする時もあると思う。だけど俺はそんな心をいつまで持ち続けたい。見つかれば逃げ場もない。
ゃがんで固まり背を向けながら心の一つも分かり合えない大人たちを睨む。そして仲間たちは今夜家での計画を立てる。とにかくもう学校や家には帰りたくない。自分の存在が何なのかさえ分からず震えている17夜わからぬまま暗い夜の帳の中へ。誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に自由になれた気がした。15の夜冷たい風冷えた体人恋しくて夢見てるあの子の家の横をさよならつぶやき走り抜ける。闇の中ポツンと光る自動販売機100円玉で買えるぬくもり熱い缶コーヒー握りしめ恋の結末もわからないもの。あの子と俺は将来さえずっと夢に見てる。ああ大人たちは心を捨てろ捨てろと言うが俺は嫌なのさ。退屈な授業が俺たちの全てならばなんてちっぽけでなんて意味のないなんて無力な15の夜。盗んだバイクで走り出す行く先もわからぬまま暗い夜の帳の中へ。Nobody knows.